どうも春日さん。ここはなかなか居心地のいい店ですね。ああだろ。しかしあんた一人で飲むのが様になってるな。さすがイケメンだ。悪い気はしませんね。よかったら一杯ご馳走させてください。お、マジで？いや話せるね、ハン・ジュンギ。あなたは不思議な人ですよ、春日さん。ソンヒもあなたのことを高く買っています。私が焼き餅を焼くほどにね。よく言うよ。そういや、彼女とはもう長いのか？なんかお嬢様と執事って感じに見えるけどよ。私がコミジュルに来たのは3年ほど前のことです。まだ長いというほどではありません。そうかい。それまではジン・グオン派という組織にいました。私はそのリーダーの影武者だったわけです。影武者ってと替え玉のことだよな。本物そっくりの。ええ、主が敵対組織に狙われた時には身代わりで殺される。それが役割です。今時そんなのが本当にいるんだな。ん？ってことはあんたの今の顔は？作り物の顔です。大掛かりな整形手術を受けました。自前の顔もハンサムでしたけどね。しかしもはや写真すら存在しません。へえ、過去は捨てたってことかい？かっこよく言えばそうです。となると本名もハン・ジュンギじゃないわけだよな。本当の名前は何てんだ？まだそこまでの仲じゃないでしょう、私たちは。だから名前を呼び合うのが友達になる第一歩だろ。なかなかやりにくいですね。私はもう少し人と距離を置きたいタイプなんです。人言派って組織がそういうとこだったのか。名前からすると韓国マフィアだよな。春日さんは元東条会ですよね。なのに人言派をご存じないとは。無所暮らしが長かったもんでね。人言派が東条会とやり合っていたのは1980年頃。あなたが刑に服すずっと前です。80年頃って40年前か。俺はまだ赤ん坊に毛が生えたようなもんだぜ。私はまだ生まれてもいませんでした。ですがその時にジン・グオン派は東条会に襲われ、ほとんど皆殺しにされた。30人ほどがね。 30？ 当時のカムロ町はアジア最大の町でした。その島をめぐる抗争は激烈だったと聞いています。そして東条会はあまりに強く凶暴性をむき出しにしていました。だからって30人も。報復のため韓国のジン・グオン派本部はさらなる構成員を断続的に日本へ送り込みました。がそのいずれも東条会の牙城を崩せず。しかしだからといって本国へ戻ることも許されない。結果任務を果たせなかった者たちはどこにも行き場をなくして見捨てられました。そんな者たちの一人が私の父親だったわけです。ならお前さん自身は日本生まれか。ねえ、かといって日本で歓迎された記憶はありませんがね。さらに言えば仇の在日コミュニティからも受け入れられませんでした。うちの家族はマフィア崩れの半端者としてどこからも弾き出されていたんです。そんな我々のことを端的に言えばはぐれ人言派といったところでしょう。はぐれ人言派か。倒したら高い経験値がもらえそうだな。あ、さては春日さんもゲーム好きな口ですね。なあ、ガキの頃は散々遊んだぜ。ではいつか一緒にゲームの話もしましょう。私も嫌いではないので。おうよ。そんでそのはぐれ人言派はその後どうなったんだい？
21世紀に入って2006年の冬、私が20歳になった頃、本国の人言派は日本の極道らに大攻勢を仕掛けます。ただしその際、我々はぐれ人言派には声もかからなかった。完全に蚊帳の外です。私の父親たちは日本へ行くよう命じた同胞から完全に忘れ去られてもいたわけですよ。なるほどな。俺も一人同じような目にあったやつを知ってる。え？今あんたの目の前にいるぜ。ふん、組に捨てられて18年無所にいた。あ、そうでしたね。道理で春日さんを嫌いになれないわけです。で、人言派の大攻勢ってのはどうなったんだい？長い時間をかけて計画されていましたが、結局東条会に潰されました。皮肉なことに、その時の彼らもちりぢりに我々はぐれ人言派へ加わることになった。惨めなものでしたよ。打ち捨てられた者同士が外国の底辺で身を寄せ合うしかなかったんです。苦労したみたいだな、あんた。見た目チャラい割に。それはお互い様ですね。だんだん遠慮がなくなってきたな。そのようです。どうも今日は私らしくなかった。楽しいお酒でしたよ春日さん。お世辞じゃありません。あんたが影武者をしてた本物の韓順義は今どうしてるんだい？彼は3年前に人言派を復活させ、一時は神室町の一角を手に仕掛けていましたが、頭に銃弾を受けて殺されました。その肝心な時に私はそばにいなかったんです。そうだったのか。ん？じゃあそれだったらよ、あんたもう本当の自分名乗っていいんじゃねえか。なんでまだ影武者のままでいるんだよ。もしかしてこのまま本物の韓順義になり変わろうとしてるとか。さて、だとしても春日さんには関係ないことです。違いますか？違わねえな。それでは。簡単に腹ん中見せるタイプじゃねえもんな。また今度じっくり飲んでみるか。韓順義、一人で飲んでんなら付き合うぜ。そうですか。まあ特に断る理由はありません。どうぞ。そういえば春日さん、一応お耳に入れておきたいことがあります。ん？何だよ。コミジュルの者から連絡がありましたね。どうも私のことを嗅ぎ回っている人間がいます。どこからか偉人町に韓順義がいると聞きつけてきたようで。それってどういうことなんだい？まだ詳しい情報はありません。今はただ不審な者がいるとしか言えない段階です。とはいえ彼らが私に敵意を持ってこの町へ来たんだとしたら、春日さんたちも私のそばにいることで何かしら巻き添えになってしまうかもしれない。巻き添えになって結構さ。俺たちは仲間だろ。仲間だからこそ迷惑をかけたくないものです。バカ野郎、仲間なら迷惑かけてなんぼだろ。あんたにかけられる迷惑なら大歓迎さ。不審者でも何でもこう言ってんだい。熱い男ですね。嫌いじゃないですよ。あんたの予想じゃその不審者は何者なんだい？確たる根拠はありませんが、
人言派の残党である可能性が高いですね。人言派？じゃあ、あんたのお仲間だった連中かよ。どうでしょう。彼らにしてみれば、死んだはずのボスを影武者の私が語っているのです。それを許せないと考えたのかもしれません。その場合、彼らの目的は私への制裁です。制裁って？私を殺そうとしている可能性もある。ならよ、もう反純義じゃないって素直に影武者辞めりゃ済むんじゃねえか。かもしれませんね。だいたいいつまでも別人で生き続けんのってどうなんだよ。人間ありのままが一番ってもんだろ。もう名前も顔も元のやつに戻しちゃえよ。名前はともかく、顔はそう簡単にコロコロ戻せませんよ。それに不審者の侵入はまだ詳しい情報待ちです。慌ててアクションを起こさずとも大丈夫でしょう。あんたがそう言うならそれでもいいけど、油断してたとこを襲われてやっぱ備えときゃよかったとなりゃ恥ずかしいよな。なるほど、肝に銘じておきましょう。だが、すました顔しやがって。少しは人の話も聞いたってよかねえか。そんなに褒めないでください。照れますよ。褒めてねえって。ええ、こちらは大丈夫です。お気遣いありがとうございます、ソンヒ。よ、ソンヒは何だって？ああ、いえ、こちらに変わりないかとのことで、それだけです。へえ、美人のボスからそう怒られちゃ、粋に感じるってもんだよな。私は主に恵まれているんです。前に仕えた反純義もいい主でした。あの反純義とのことを話すには少し遡って説明が必要でしょうね。構わねえよ、俺は時間だけはたっぷりあるんだよ。それなら遠慮なく。少し長い昔話をさせていただきましょうか。おお、存分にやってくれ。私の父親ははぐれ人言派の一人で、言ってしまえば異国に取り残されたゴロツキでした。そんな父に殴られながら、私は貧しい少年期を、どのコミュニティからも疎まれながら育ちました。家庭にも学校にも、私にはどこにも安心して過ごせる居場所がありませんでした。かなりすさんだ子供だったと思います。自分にちゃんと居場所があると思ってる人は実は仇でもそんなに多くないっていうぜ。誰もがそれぞれに孤独を持つというわけですか。確かにそうなのでしょうがね。悪いな、話の腰を折っちまったか。本物の反純義も私と同じように、やはり貧しく阻害された環境で育ちました。しかし、その強さや頭のキレ、器の大きさは自然と噂に聞こえてくるほどで、やがて父世代の男たちが老いていく中、反純義が大きな力を持つようになったのです。実際、チリジリだったはぐれ人言派は彼のおかげでカムロ町にしのぎを持てるようになった。暴対法にあえぐ登場会とは対照的に、人言派は着実に存在感を増していきました。大した男だったみてえだな、その反純義は。ええ、しかし彼を青二歳と侮っていた私の父は、愚かにもその流れに乗り遅れ焦ったわけです。なんとか若きリーダーに取り入ろうと、叫びたりの脳みそをフル回転させました。そして出した結論が、
息子の顔をいじり影武者として組織へ差し出すこと。私は実の父から薬を盛られ眠っている間に顔を整形されたんですよ。マジかよ、ボスに取り入るためにそこまで。影武者を差し出された範純義は苦笑するしかなかったようです。私の顔を見て元に戻せとは言いませんでした。悪くない案だと我々親子を受け入れたのです。ちなみにその親父さんは今どうしてるんだ。死にましたよ。もともと体を壊してましたが好きな酒に溺れながら死ねて本望だったでしょう。家族仲はまあきっと良くなかったんだろうな。韓純義は自分の振る舞いを覚えさせるべく可能な限り私をそばに置いてくれました。そこは私にとっていわば初めていることを許された場所です。私と韓純義は明白な主従関係にありましたが、それでも長い時間を共にする中で笑い合い二人で酒を酌み交わすこともあったのです。それを双子の兄弟のようだったといえばあまりに僭越でしょうがね。今のあんたの話し方なんかはその韓純義仕込みってことか。本物の韓純義にはもっと品がありましたよ。と同時に凄みも感じさせる人物です。とても私の及ぶところではありません。そう言われるとますます気になってくるな。何がですか。前から思ってたんだけど、あんたファッションセンスがいいよな。ありがとうございます。だけど本物の韓純義はさらに上品だった。ってことはファッションのセンスもずば抜けてんのか。それはもう随分とスタイリッシュでしたね。私もセンスを磨かせていただきました。はあ、イケメンの上にセンスも抜群とはね。意外なことが気になるんですね。まあなんとなくね。まあそんなこと言いつつ俺が本当に聞きたいことは一つなんだがな。何です。そろそろ教えてくれてもいいんじゃねえか。あんたの本当の名前。え、まだ嫌か。いえ、少し驚いただけです。別に何も問題ありません。この世に生まれた時私はキム・ヨンスという名でした。キム・ヨンス。もうその名前に戻る気はありません。本物の韓純義ももう亡くなりましたから。その本物の方は頭に銃弾を受けたっつったっけ。ええ、東京へ進出していた広島の組織とごたごたがありましてね。その時あの人の死で神言派は事実上の壊滅となったのです。当時私は韓純義としてカムロ町の敵対組織に睨みを聞かせる役でした。ところが本物のボスが死にカムロ町でわずかだった神言派は張り子の虎。もしそのことが敵対組織に知れれば一気に駆逐され命さえ奪われかねません。俺だったらすぐにカムロ町を脱出するね。何もかも放り出してね。ええ、私もそうしました。共にいた数少ないメンバーたちもです。しかし神言派が全てだった私に行き場はなく、後で仲間たちと落ち合う場所もなかった。頼れる人間は世界中のどこにもいません。砂漠で狼の群れに囲まれたようなものです。なかなかきついな、その状況は。わずかな望みをかけた先は在日のコミュニティです。しかし彼らはマフィアの一員である私を受け入れてはくれませんでした。今にして思えば仇として真っ当な生活を送る人たちの当然の反応です。それなのに私はうろたえ取り乱し
同胞を見殺しにするのかと掴みかかっていった。そうか。通報を受けた警察が現場に駆けつけてきました。そのまま連行されるところです。通常ならば。お？なんだよ、気持たせる言い方しやがって。警官たちは偽物だったんです。そして私が連れて行かれた先は偉人町。じゃあつまりその偽警官たちってのは、孫妃の指示を受けて動いていたコミジュルのメンバーたちでした。コミジュルもかつて人言派だったものの、もう一つの吹き溜まりだったのです。カムロ町を遠く離れた者たちが徐々に集まっていったということでした。そういや前に孫妃も言ってたっけな、コミジュルは人言派を母体にしてるって。ええ、コミジュルは落ち人村のようなところです。だから息を潜め極めて閉鎖的でいます。そして長年遠巻きにカムロ町の人言派を伺い、その動向を見守っていた。そこで私は運よくコミジュルの差し伸べた手に救われたというわけです。さらに孫妃は本物の反純義の身に何があったのかを私に教えてくれました。広島の組織が使う殺し屋に頭を撃たれたのだと。物陰から不意をつかれてね。殺し屋か。もしかしてあんたはそいつを。いいえ、その殺し屋も存在が知られた頃にはすでに死んでいました。私には敵を撃つ機会さえなかったんです。それからは失意の日々でした。しかし抜け殻のようになっていた私の回復を孫妃は根気強く待ってくれました。彼女は出世のため私の顔を変えた父よりも家族で、兄と慕った反純義に代わる姉です。今の私にとって孫妃の期待を裏切り失望させることほど恐ろしい事態はありません。そして春日さん、あなたは私にとってん？どういうボスになるのでしょうか。この先どうなるのか楽しみです。俺は別にあんたのボスになった覚えはねえよ。今のところはそうだな、飲み友達ってとこでいいだろう。なるほど。では私もその期待に沿うようにしましょう。これでやっと自己紹介が済んだってわけだ。なかなかの人見知りだな、キム・ヨンス。反純義。ちょうどよかった春日さん、お知らせしておきたいことが。ん？以前私を嗅ぎ回る連中が偉人町に来てるとお話ししましたね。コミジュルの方でその正体や動向を追っていると。ああ、そういやそうだったな。何か動きでもあったのか。ええ、偉人町から連中の気配が消えたんです。このところコミジュルの網にも引っかかりません。それにしちゃ神妙な顔してるじゃねえか。全く察しがいい人ですね。で、あんたの見立てはどうなんだい。不審者は町から出て行った可能性もあります。ですが私は彼らが標的のロックオンに入った可能性を推します。標的のロックオン。つまり敵はすでに私の所在を正確につかみ、襲撃の機会をうかがっているのではないかと。へえ、
だとすれば相手はなかなかの手だれです。コミジュルの目をかいくぐって動けるほどのね。それってヤバいんじゃねえかあんた。ええ、私のそばにいるあなた方もですがね、いつ巻き込まれてもおかしくありません。なるほどな。でもそいつは俺らがおとなしく待ってた場合の話だよな。え手貸すぜ水くせ。俺らでその侵入者ってのを探そうじゃねえか。こういう時は先手必勝だろ。調べはコミジルの方で進めています。それでも見つからない相手です。我々で探すのは難しいでしょう。連中はやっぱり人言派の残党なのか。あんた前にそうじゃねえかっつってたよな。死んだボスの名を語ってることで狙われてんじゃねえかって。ねえ、それを否定する根拠は今もありません。ならやっぱハン・ジュンギをやめてキム・ヨンスに戻るってのはどうなんだ。何かそうできない事情でもあんのか。よかったら言ってみろよ。できない事情なんてありません。私自身がハン・ジュンギであり続けたいだけです。昔仲間だった奴らに命を狙われてでも。私は人言派のいざこざに春日さんたちを巻き込みたくはありません。しかしご迷惑をかけますが、それはもう手遅れというものでしょう。ですから皆さんはいつ何者かに襲われてもおかしくないと油断せずにいてください。妙なことを言いやがる。え、偉人町や近江の奴らとも実績のある俺らだぜ。今さら油断したくたってできやしねえ。追加で人言派の残党が来たとこで俺らの気構えは何にも変わりやしねえってことだ。なるほど。どうやら私は思った以上にタフなパーティーへ加わっていたようです。頼もしい仲間と一緒にいるわけですね。これなら気兼ねなく迷惑をかけることもできそうだ。どうする、絆が深まったとこで乾杯するかい。いいえ、そこまで慣れ合いはしません。ハン・ジュンギのイメージじゃありませんからね。そんなにお高く止まってるとそのうち仲間外れにしちまうぞ。よ、マスター、このグラスなんだよ。誰も飲まねえなら俺飲んじゃおうか。せこいこと言うんじゃねえよ。ったく、ついさっきまでそこにハン・ジュンギがいたんだ。ハン・ジュンギ？でもじゃああいつどこ行ったんだよ。急に店を出てってな。電話で誰かに呼び出されたみたいだ。呼び出された？そういやあいつ人言派の残党だかに狙われてるとかって話だったな。なあマスター、ハン・ジュンギは今店出てったばかりか。ああ、おめえさんとほとんど入れ違いだった。わかった、ちょっと俺様子見てくるわ。頼んだ酒も飲まねえでよ。慌ててどこ行くんだい、ハン・ジュンギ。おっと、よ、奇遇だな。自分で言ってて恥ずかしくないんですか。何かだよ。
最初から気がついてましたよ。あなたに尾行されていたのは、気づかないふりをしてたのは、人前で恥をかかせたくなかったからです。だからこうして人気の少ないところにお招きしたわけで。そうか。いや、まあそうだよな。春日さんは私を心配してくれたのでしょ。責める気はありません。しかも都合のいいことに、今はちょうど手をお借りしたい状況だったんです。ん？一人では入りづらい場所に行きたいんですよ。少しお付き合いいただけますか。へえ、あんたからそんな風に誘ってもらえるなんてな、安順義。たまにはいいでしょ。なんだよここって。ストリップ小屋？しかもショーやってねえし。ええ、見ての通りです。どういうことなんだ？なんでこんなところに？実を言うと、私のことをつけていたのは春日さんだけではなかったんです。しかし彼らはコミジュルの目が届くところではなかなか姿を現してくれないものですから。我々の監視に気がついていたわけか、イオンス。なのにこんな人気のない場所に誘い込んだ。ヨンスではない、私はハン・ジュンギだよ。懐かしい諸君、久しぶりだ。影武者が本物のボスにとって変わる気か。そんな真似を俺たちが許すとでも？こいつらって。ええ、人言派の生き残りです。ハン・ジュンギの名を聞きつけてきたのでしょう。コミジュルによれば7人が偉人町で私を監視していたようです。その全員が私の周りに現れたと報告が入りました。つまり今なら彼らを一網打尽にできる。だからここにおびき出したってことか。さすがに私一人では手に余ります。が、折よく春日さんが私をつけてきてくれました。あなたの助けを期待しても構わないでしょうか。だったら一言言ってくれりゃよかったろ。なんでこんな土壇場で言うんだよ。言えばあなたは顔に出てしまいますから。私があなたに求めるのは器用さじゃありません。人言派はいずれ必ず立て直す。だがお前にそのボスたる資格はない。軽々しく半純義を語るな、裏切り者！やめるな。ビビってんのか。私の番ですね。なめてるよ。よし、いざ。2回目に合わせば捕まっつくぜ。音通りだ。さて、やるか。全力で。私の番です。俺の番だ。私が相手です。取っておきな。さて、全力で行くぞ。私の番ですね。問題なし。バカな、この俺たちが影武者ごときに。春日さん、油断なさらずに、ここから一人も逃がさないでください。ねえ、分かったよ。けどこれ以上こいつらをどうする気だ。もう十分だろ。まさか命まで取るってわけじゃねえよな。さて、どうでしょうね。
キム・ヨンスにそんな真似はできん。顔形だけの半純義、半端者だ。ボスが死んだ時もカムロ町で逃げるしかなかった。筋金入りの役立たず。どうなんだ、言い訳してみろ。何のための影武者だった。確かに私は本来の影武者としては機能できなかった。役立たずと言われようが返す言葉もない。その通りです。しかし今私が半純義でいる理由はあなた方のためなんですよ。人言派を乗っ取る気などありません。なんだと。話してみろよ、どういう意味なんだ。半純義が殺され組織が壊滅したあの日、それからあなた方はどこで何をしていました。なんだと。何が言いたい。おそらくどこにも行き場のないまま血を這うように生きてきたのではありませんか。我々は半純義というリーダーのおかげでやっと居場所を得ていた組織の人間、よりどころはそこにしかなかった。組織を失った後はどこにも受け入れてくれる場所はなかったはずです。実際私もそうでした。偉人町のコミジュルに救われたのは運が良かっただけに過ぎません。だから私は行き場のないあなた方にも同じように手が差し伸べられるようにしたかった。ああ、しかし散り散りになって地下に潜ったあなた方を探し出す術はありませんでした。となるとこちらから探すのではなく、そちらから偉人町に出向いてきてもらえばいい。もしも死んだはずのボスがいると噂に聞けば、あなた方は事情を確かめずにいられないはずです。そしてその正体がボスの名を語る影武者だったとしたら、そのまま見過ごしちゃおけねえ。制裁を加えてやろうと考える。つまり偉人町にやってくるわけだ。ちょうど今のこいつらのように。俺たちを救うためだと。ええ。ところで私のことを嗅ぎ回っていたならコミジュルの名も聞いたはずです。しかしコミジュルの者たちがどんな羊なのかはまず知ることはできなかったでしょう。コミジュルの羊。コミジュルは韓国から断続的に送り込まれカムロ町に敗れていった人言派の内宇都たちです。何。1980年以降チリジリに落ち延びた彼らが偉人町というグレーゾーンにたどり着いた。だからコミジュルには私やあなた方に手を差し伸べる用意がある。この手を取ってもらうために私は半純義を名乗り続けているんです。行き場をなくした同胞たちを最後の一人まで救うまで。そうか、そういうことだったのか。なあ、たくよ、どこまでも一人でカッコつけやがって。あなたにはご迷惑をおかけしました。感謝していますよ、春日さん。さっきの連中はコミジュルに合流するって。ええ、迎え入れてくれる場所が一つあれば人は外に向かって戦う勇気を持つことができます。コミジュルを足場にいずれは自立してもらいたい。私はそう考えています。真面目か。チャラい格好してるくせに。この姿は私の敬愛したボスのものです。それを茶化すのは見過ごせませんね。
お、え、ちょ、マジなんだって、冗談だよ。冗談でも言っていいことと悪いことがあります。そして今のは許される言葉ではありません。あなたでなければですがね。ん？自分の素性をここまで明かしてしまったのは孫妃の他にあなただけです。あなたにはもう隠すことがなくなってしまった。どうだい、そいつはさぞすっきりしたんじゃねえか。悔しいですがそのようですね。たまには仮面を外すのも悪くない。すると我々はもう友人ということでいいんでしょうか、春日さん。らしくねえな。そいつを言葉で確かめるのは野暮ってもんだぜ。これは失礼を。